ます。
ですね。うん、わかった。やっ、はい、いける。やりますね。
りますね。うん、わかった。聞いたかよ、黒の剣士の話。一人で高難度クエストをクリアしまくってるってやつだろ。その前は確かステージボスをトップランナーよりも早く見つけ出して倒しちまったんだよな。正直このゲームの最強プレイヤーだろう。今やどこもジェネシスの噂で持ちきりだな。あちこちで聞くよね、あの人の噂。そりゃそうだろうな。始まったばかりのこのゲームであいつの実力は飛び抜けてる。一日のほとんどをここで過ごしているコアな奴らですら全くもってかなわないって状況だ。にしてもあの人の噂を聞くたびに黒の剣士っていう名前が出てくるの、どうにかならないかな。とはいえ俺たちサバイバーにしてみりゃやっぱ釈然としねえよな。うん、そういえば攻略のトップランナーだった何人かが引退したらしいぜ。活躍の場を奪われた挙句こうまで噂が広がったら続けられないもんな。えげつないな黒の剣士。あ、だから誰もあいつと組みたがらないのか。プレイヤーとしてのスキルは高くても随分と嫌われているみたいだな。うんうん、それは違う。それはわざと嫌われるように振る舞ったから、そうでしょ？SAO のベータテスターが多くのプレイヤーたちから敵意を向けられた時、君はそれを一人で背負った。黒の剣士という名前にはそれだけの重みがある。ただ強いだけじゃないんだって私は知ってるよ。同じ呼び名でも本質はまるで違う。俺たちの知っている黒の剣士ってのは人のことを思えるやつなんだ。さあ、これからバトルの準備だろ。ジェネシスが倒したっていうボスの他にもう一体のステージボスが隠されていたとはな。
さんがボス討伐の募集を始めてくれてるよ。これで新しいエリアへの道が開けば、プレミアちゃんのクエストを続けることができるね。あの子のためにも絶対にステージボスを倒して先に進もうね。Yeah!
討伐おめでとう。本当に隠しボスを見つけた時はびっくりしちゃったよ。それはあんたも同じでしょ。プレミアちゃんのためだもんね。簡単には諦めきれないよ。でも本当に良かったです。クエストを続けることができそうで。ボス討伐ご苦労さん。ああ、解放されているのを確認してきたぞ。攻略が続けられそうでよかったよ。コンテンツが停滞して新鮮な情報がなくなると商売上がったりだからな。それにしても今や真のトップランナーとして周りから絶賛の嵐だな。普通なら誰もが見落とすはずさ。あそこで騒いでいるやつだけじゃなくてね。冗談言ってんじゃねえ。ボスを倒してもヒントすら出なかったんだぞ。そんなこと言われても実際これだけ噂になってるしさ。クソモブゲ。おいてめえ、もう一匹ボスがいたっていうのは本当か。なんで先があるって気がついたんだ。終わらせたくなかっただと。何のために攻略をしているか、その違いが今回の結果につながったんだ。自分のためか人のためかっていう違いでな。誰かのために攻略だ。哲学のつもりかよ。吐き気がする。この世はもっと単純だ。強いか弱いか、結局は自分一人だ。お前らにもそのことを味わわせてやる。必ずだ。なんで、あの野郎。メンツを潰されて面白くねえんだろうよ。まあ気にするな。攻略で競いたいってならやらせておけばいいだな。俺たちはあくまでプレミアちゃんのクエストクリアが最優先だ。なんかちょっと心配。運営がくだらねえ展開を入れやがって。実力のねえやつは淘汰されんのが常識だろうが。あ、俺のこと見てんのか、このモブ。こいつは1コルしかよこさねえクエスト NPC。 そういやあいつ、このモブを連れ歩いてやがったよな。わざわざ連れ回すってことは何かあるってのか。今回の隠しボスみたいに。
おう。ちょいと野暮用でな、町の西にある民家にアイテムを届けに行くんだ。ついでにその近くにあるレストランでラーメンらしき食い物が食えるらしいから行ってみようと思ってよ。暇ならお前さんも付き合わねえか。それも受け入れるのが新規開拓の醍醐味よ。よし、そんじゃ出発だ。確かこの辺りに。そこじゃねえか。店の前に何人か並んでるぜ。おお、間違いねえ。ここがラーメンの出てくるレストランだ。その代わり少し待つことになっちまうかな。なーに、この程度の列、 SAO を買うために並んだ時に比べりゃ何でもねえ。どうした？お、プレミアちゃんじゃねえか。こんなところも歩き回ってんのか。そうだ、プレミアちゃんも誘わねえか。果たしてNPC の口に合うかな。あ、私ですか。食事？食事一緒に。いやー、うまかったな。ゲームだけに限らない別の可能性を感じるよな。ただよ、俺としては VR でうまいものが食えるとなると本業に危機感を覚えちまうぜ。大丈夫、コーヒーと酒の味に関しちゃ VR はまだまだだからよ。美味しかったです。よかったぜ、プレミアちゃんが満足してくれて。それにしてもものすごい勢いで食べていたよな。そんなに腹が減ってたのか。食事私が一緒に。いくらうまい飯でも一人で食ってたらうまくねえもんな。飯ってのはやっぱみんなでテーブルを囲んでこそだ。現実じゃお前さんは一人ぼっちだもんね。そうなんだよ、寂しい一人暮らしじゃ飯もうまくなくてよ。っておい、エギル、俺だって彼女や可愛い妹と一緒に飯食いたいわ。チキショー。
その逆、ちょうど戻ってきたところなんだ。うん、いろいろとね。せっかくだし見てもらおうかな。じゃーん、どう？見ての通り虫取り網だけど、なんか期待していた反応と違うな。意外と苦労したんだよ、これを手に入れるの。 NPC のワンパク少年といろんな決闘をしてようやくもらえたものなんだから。うん、精神力と瞬発力を鍛えるのに最適だと思わない？そうそう、これでリーファも精神力と瞬発力がぐんぐん成長するはず。これからも応援するって決めたからね。もしリーファが辛かったり苦しかったりしても私が励ましてあげるんだ。それから改めて私を助けてくれてありがとう。 SAO の時も今回も励ましてもらったから私は前に進めた。だからそのお礼。そっか、私がまた何かで落ち込んだりしたら励ましてもらうかも。うん、よろしくね。そりゃどう見ても砂漠や荒野ってイメージだよな。どういうステージかつかみづらいね。道なりに進めばいいんじゃねえか。見渡す限り砂漠で道がわからないですけど。まあ、いやこういう時は勘だよ、勘。大丈夫かな。ねえ、誰もあえて言わないようにしていると思うんだけど。熱くない？ああ、そう思わないようにしてたのに。もうダメ、熱いよ。ゲームなのにこういう部分の再現にはとことんこだわっているわよね。防具脱いじゃおうかな。でもストレアがそういうのもわかるよ。はあ、はあ、あずーい。実は僕我慢できなくてさっきポーションを一本飲んじゃった。あ、それいいアイデア。私もポーション飲んじゃおうっと。俺は自分を信じるぜ。振り向かず、ただひたすらに進むだけだ。うおー、うわー。で、あ、戻ってきた。ほんの数秒前に振り向かず進むって言ってなかったっけ？それどころじゃねえ！モンスターを引っ掛けしまった！動いたらもっと熱くなりそう。でも
ここまで来てやられるのも尺よね。やってやりましょう。わっしゃ、おらよし、討伐完了だ。ダメージを回復したいけど、ポーション全部飲んじゃったから回復できない。一本飲んだらもう一本飲みたくなっちゃって。勇気、私のをあげるよ。はぁ、あ、本当？ありがとう、ストレア。でもこれ以上戦闘が続くとなると、私の持っている分でも足りなくなるかも。